見るだけじゃない。あなたが主人公になる万博が始まります。チームエキスポ2025プログラム、それは多様な参加者が主体となり、理想とする未来社会を共に作り上げていくことを目指すプログラム。その一つ一つが私たちが思い描く未来の実現に向け、ワクワクしながら進めている活動、チームエキスポ2025プログラム競争チャレンジです。この番組は大阪市24区で行われている競争チャレンジをご紹介します。競争チャレンジとは、大阪・関西万博のテーマである命輝く未来社会のデザインを実現するため、自らが主体となって未来に向けて行動を起こしている、または行動を起こそうとしているチームの活動のことです。住む人、働く人、学ぶ人、遊びに来る人、誰もが関われる活動、まさにみんなが主人公になれる万博なのです。大阪市のほぼ中央に位置する天王寺区は、聖徳太子による創建と伝わる四天王寺をはじめとする名所旧跡が多く、歴史と伝統が息づいています。さらに天王寺動物園や大阪市立美術館など文化施設にも恵まれた魅力あふれる街です。番組をご覧の皆さん、こんにちは。大阪市天王寺区長の加藤です。皆さんはボッチャというスポーツをご存知でしょうか。2021年に開催された東京パラリンピックでも注目されていましたね。ボッチャは年齢や性別、障害の有無にかかわらず、多様な人々が共に参加できるインクルーシブスポーツとして天王寺区でも取り組まれる方が増えています。開催まであとちょうど2年となりました2025年大阪・関西万博のテーマは、命輝く未来社会のデザイン。地域で広がるボッチャの取り組みは、障害への理解を深め、地域共生社会の実現にもつながると考えています。ここからは地域でボッチャに取り組まれている皆さんから、ボッチャの魅力などについて紹介していただきます。こんにちは。天王寺区身体障害者団体協議会の会長、石川です。ボッチャはパラリンピックの正式種目ですが、誰もが取り組みやすいということで、近年障害のある人のみならず、障害のない人も一緒に競技を楽しめるインクルーシブスポーツとして人気が高まっています。ルールは非常にシンプルで、自分のボールをコートの中にあるジャックボールと言われる木曜球となる白いボールに対して、赤、青、それぞれ6球ずつ投げるボールをいかに近づけることができるか、得点を競う競技です。ルールはシンプルですが、戦略は奥が深く、選手サポートする人、観戦者が一緒に盛り上がることが魅力です。天王寺区では平成20年頃から取り組むようになり、真田山、安治原、大江の3地域からスタートしました。今では地域自立支援協議会を中心に、大阪市障害者福祉スポーツ協会、地域住民などがコラボし、ボッチャ&レクリエーション披露を実施するまでになりました。今後はこの大会やイベントを開催するなど、ますます盛り上がるように、ボッチャを中心にパラスポーツの魅力を広めていきたいと思います。こんにちは。天王寺区社会福祉協議会事務局長の坂根です。現在区内では大江、五条、生玉、安治原、真田山の5地域において地域ボッチャが盛んに行われています。令和4年度は真田山地域では9月25日に天王寺スポーツセンターで、五条地域では1月22日に区役所講堂で、生玉地域では1月26日に生玉小学校で、
アジハラ地域では1月28日にアジハラ小学校で開催されました。またお子さんの夏休み期間を利用してボッチャ体験会&審判員養成講座を開催しております。昨年8月22日に天王寺区民センターにて開催され、皆様のご協力により盛況のまま無事終えることができました。今後もボッチャの取り組みを通して障害のある方とない方の地域でのつながりづくりや世代を超えた参加者皆さんとの交流を広げていきたいと思います。こんにちは、天王寺区地域自立支援協議会委員長の前島です。私が勤務する天王寺区障害者機関相談支援センタームーブメントでは、障害の有無にかかわらず安心して暮らせる街づくりを目指して皆さんからの相談をもとに支援を行っています。地域自立支援協議会ではインクルーシブスポーツの一つとしてボッチャに取り組んでいます。ボッチャを通して障害のある方をはじめあらゆる世代が気軽に楽しんでもらうことで触れ合いのある温かい街づくりを目指しています。大阪市でもインクルーシブなスポーツの推進を掲げ、誰もが参加でき一緒に気軽にスポーツに親しみ楽しめる様々なスポーツイベントが開催されています。障害者スポーツ、パラスポーツの振興を通じて障害のある人とない人の交流を促進することで障害への理解が深まり、地域共生社会の実現にもつながると考えています。皆さんも一緒にボッチャをやってみませんか？次に紹介するのは大阪市の南東部にある東住吉区。区域のおよそ 90% が閑静な住宅地で、都心への交通アクセスもよく住みやすい町。東住吉区にある長井公園は大阪を代表する総合公園。球技場や陸上競技場、運動場を備え、豊かな緑に恵まれたまさに都会のオアシスなんです。こんにちは、東住吉区長の塩谷です。東住吉区では将来ビジョンである子どもが輝き、みんなが幸せな町の実現のため、みんなで子どもを育てる町、みんなが健康で安心して暮らせる町、みんながつながる町の3つの目標を掲げ、区政運営を進めています。大阪・関西万博のテーマである命輝く未来社会のデザインの実現に向けて、東住吉区では日々の暮らしの身近なところから SDGs を意識していただくきっかけとなるさまざまな取り組みを競争チャレンジとして登録しています。今回は普段の生活が SDGs とどのように関わっているのか、 SDGs について楽しく学びながら行動してもらえるよう、東住吉区役所の情報発信や普及啓発の取り組みについてご紹介いたします。ちょっと、うわ、誰かと思えば東住吉区住みます芸人のアンビシャスさんじゃないですか。はい、どうもアンビシャスです。よろしくお願いします。僕はね、身長190センチありまして、たかしと申しまして、そして、ね、相方森山くんですけどね、あの20センチも差ありまして、恥ずかしいですけどね、2メーター10です。なんで上行くねお願いします。今 SDGs の取り組みについて東住吉区役所がやってきたこといろいろ紹介してたんですけどね、はい、考えてみたらアンビシャスの2人にもいろいろご紹介いただきましたよね。そうですね、僕らは YouTube でね、漫才をさせていただいたり、これ決めすぎやろ、広報誌のなでしこでこんな紹介をさせていただいたり、いろんな活動させていただきましたね、はい、あの YouTube の漫才、俺 M1 にかけるぐらい爆笑やったっすね。あんま自分で言わんでやめや、そういうの。いろんな活動させていただきました、はい、ありがとうございます。日常のいろんなことが SDGs につながってるんですよね。そうですね。で、区長、あの区役所で他にどんな取り組みやってるんですか？ご紹介しましょう。まずは新たなペットボトル回収リサイクルシステムです。家庭から排出されるペットボトルを地域の皆さんと参画事業者の皆さんが連携協働して資源ごみとして回収するものです。地域全体のリサイクル意識の向上につながっています。次に SDGs ナッピーロゴです。
職員全員の投票で SDGs ナッピーロゴを決定しました。メール署名や区の広報誌で活躍しています。もう一つは東住吉区民フェスティバルでの啓発活動です。東住吉区民フェスティバルにおいて2025年大阪・関西万博や SDGs のブースを出展しました。 SDGs 啓発の一環として公園のゴミ拾いを区民の皆さんと一緒に行いました。あとはね、区内を走るシェアサイクルですね。区内を便利に移動でき、そして東住吉区を訪れていただいた方にも区内を巡っていただけるような、そういう新しい交通手段としてシェアサイクルが本当にお役に立つかなという、社会実証実験をしております。このシェアサイクルというのはですね、CO2 を排出しない移動方法で、 SDGs の目標7、エネルギーをみんなに、そしてクリーンにという目標に貢献しています。そして体を動かすことで健康の維持や運動不足解消につながり、 SDGs の目標の3番目、全ての人に健康と福祉をという目標達成にも貢献しております。なるほど。シェアサイクルの話してたら、体動かしになってきました僕。そうでしょう、はい、ここ長い公園ですしね、はい、実は体を動かすことも SDGs の目標につながってるんですよ、はあ、まさにシェアサイクルは乗れば乗るほど SDGs に貢献できるんです。今からちょうどシェアサイクルで区内を巡ろうと思ってましたので、はい、アンビシャスの皆さんも一緒にどうですか。もちろんです。ましょう、ご一緒に。おせーのよいしょ。いやいや区長、いやこの瞬間移動の力あればそれで区内回ったらいいじゃないですか。それじゃあ SDGs の目標3、みんなの健康づくりにならないじゃないですか。確かにそうですね。納得するんかい。まあ、それじゃあまあシェアサイクル今からどこ行きましょう。まあ、そういう時にはこの東住吉トリセツマップを活用しましょう。区長、まだまだ知らないところがたくさんあるんですね。トリセツマップ楽しいな。東住吉区がもっと好きになったわ。いいことですね。東住吉区をもっと盛り上げるためにも自分にできる SDGs を考えていきましょうね。子どもが輝き、みんなが幸せな町の実現のため、みんなで子どもを育てる町、みんなが健康で安心して暮らせる町、みんながつながる町、この3つの目標を掲げ、 SDGs を意識した区政運営を進めてまいります。チームエキスポ2025、大阪から未来へのアクション。今回は天王寺区と東住吉区の取り組みをご紹介しました。次回は西区と浪速区の競争チャレンジをご紹介します。お楽しみに。2025年日本国際博覧会および大阪府市万博推進局からのお知らせです。現在国土交通省では日本全国での普及を通じて、多くの方々に大阪・関西万博を身近に感じてもらい、大阪・関西万博の機運醸成を目的に、2025年日本国際博覧会大阪・関西万博の開催を記念したご覧の特別仕様のナンバープレートを2022年10月から2025年12月までの期間限定で全国の希望者へ交付しています。お申し込みはウェブサイト、お住まいの地域の予約センター窓口からお申し込みいただくか、お近くのディーラー整備工場にご相談ください。